ジョバンニ・バレンティーニはイタリアの作曲家、オルガニスト。1582年か1583年にベネツィアで生まれたと思われる。ベネツィアでジョバンニ・ガブリエリに支持した後、1604年か1605年にポーランドのジグムント三世の宮廷オルガニストに就任した。1609年と1611年にポーランドで楽譜を出版しているので、 この頃まではポーランドに留まっていたと考えられる。1614年にシュタイアーマルクのフェルディナント・大公の宮廷に雇われたためグラーツに移った。1619年にフェルディナント・大公が新聖ローマ皇帝に即位すると、グラーツの宮廷音楽家たちも皇帝に従ってウィーンに移った。バレンティーニはウィーン宮廷のオルガニストを務めた後、1626年に 序盤にプリウルリの後任として、宮廷学長に就任し、さらにセミカエル教会の合唱指揮者も兼ねた。フェルディナント2世に続いて、家庭教師を務めた、フェルディナント3世からも信頼を寄せられ、その死まで、学長の職にあった。学長として、宮廷音楽家たちの給与を高めるために尽力した、ようである。弟子に、ヨハン・カスパール・ケルルがいる。作品の大部分は、 声楽曲で、マドリガル、ミサ曲、モテットなどがある。オラトリオやオペラを書かなかったので、同時代のクラウディオ・モンテベルディと比べて保守的とみなされることもある。しかし、その作品の内容は大胆な変形詞の使用など、革新的なものである。ありがとうございます。